こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はペンテルのグラフ線フォープロの蔦屋書店限定カラーの紹介です。で、こちらの商品なんですけれど、スマッシュの蔦屋書店限定カラーを探しに行った時に蔦屋書店で売ってた、まあ売ってるのは実は知ってたんですけど、売ってた商品になります。まあ、4プロと書いてあるんですけど、実際にはグラフ線 CS0.5 って入ってますね。ってことはこれ CS のカラー展開かな。色目とかも何も記載はないですね。通常やったらこの辺にレッド軸とかなんとかって書いてあるんですけど、まあいずれにしてもこちら、まあレッド軸ですね。メタリックかな、ちょっと微妙なんですけど、レッド軸に、持ち手は全部ブラック。まあ、この辺がグラフ線4プロですね。で、クリップもマットブラックと、ノックの部分もブラックのキャップ付きという形になってます。まあ、この辺はなかなかかっこいい商品。まあ、基本的には実はグラフ線4プロすごく好きで、書き味とかは実はスマッシュよりも好きかなっていうふうに思います。で、こちらが、まあ、メタリックレッドかな。で、こちらがメタリックブルーになります。書いてないよね。型番は入ってるんですけど、色目は書いてないですね。こちらは、あ、こちらも完全にメタリックなブルーですね。メタリックなブルー軸に、こう、まあ、マットブルーの、まあ、マットブラックのクリップと、まあ、頭の部分、ノック部分もプラスチック。これプラスチックのただの塗装してないパーツですね。それに、持ち手、グリップともに、マットブラックということで、これはちょっとなかなかかっこいいんじゃないですかね。で、こちらもちょっと、まあ、定価1000円プラス税ということで、こちらなかなか綺麗な商品かなっていうふうに思います。うん、まあどちらも 0.5 ミリですね。まあ CS 自体 0.5 ミリしか出てないはずやったんですかね、確か。なので、まあ CS のカラーバリエーションかな。 CS はクリップが CS あるな、ちょっと CS ちょっと出しましょうか。CS もうレッドとブラック、うん、同じ軸ちゃうかな。同じ軸ですね。頭の部分はちょっと違いますけど、ブルーも、うん、若干違うかな。ブルーはどうやら似てるかな、ちょっと分かんないですね。同じかもしれないし、若干ベースの色が違ってるか、なんかそんな感じがしますね。まあそれにしても、これこの CS 自体も通常で売ってる商品なんで、まあこれもいいですよね。まあ僕はこれちなみに普段使い用にブルーを使ってますんで、これ以外にこれはなかなかお気に入りの商品です。まあなかなかいいですよね。本当は、まあ、パッケージに入らず僕この辺にシール貼ってる方が好きなんですけど、まあ、その、剥げてくるのも含めて、まあ、なかなか、ちょっと精悍な顔つきで、かっこいいかなっていうふうには思います。うん。今回のちょっとかっこいいですね。グラフ線の、フォープロ、蔦屋書店限定カラーです。まあ、限定品以外にもいろいろまた商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったら、チャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。